大学生の時の話。久々に高校のクラスで仲良かった A と B という友人と飲みに行くことになった。場所は焼き鳥がメインで有名な某チェーンの居酒屋である。 A は少し遅れてくるとのことだったので、先に俺と B で注文して飲んでいた。ここの焼き鳥うまいよな。もうそろ A が来るだろうし、もっと頼んどくか。ここの店は焼き鳥メインなだけあって、美味しくてメニューも豊富だったのでいっぱい注文していた。そんな中、 A が到着。よう、元気そうだな。 A は高校生の時は学級委員長だった。成績は大していいやつではなかったが、たまに意識高いことばかり語るやつだった。それでも面白いやつだったので、よくつるんでいた。焼き鳥を食べてる俺を見て、 A は急にムッとした表情になり、お前、かわいそうだと思わないのか？え、何のこと？ A がいきなり悲しそうな声で俺に問いかけてきた。お前が今食べている鳥さんのことだよ。命を奪ってるんだぞ。鳥さんってこの焼き鳥のこと？いや、これ食べ物だし、それにもう生きてないし。どうやら A は知らぬ間にベジタリアン主義になっていたようだ。肉なんて食べたらダメだ。鳥さんの家族のことを考えたことはあるか？お前の家族が食べられたら悲しいだろ。もうこれから肉系は注文禁止だ。はぁ？と A はメニューを取り下げて、サラダやら漬物やらを注文しまくる。テーブルが酒と野菜物だけになって、テンションが下がる俺と B。 菜食最高、肉食は最低だ。いいかお前たち、肉を食べることは、とベジタリアン主義の演説を始め出した。俺たちに同じ思想を植え付ける気だったんだろう。俺と B で反発し、お前急にどうしちまったんだよ。変な宗教にでも入ったの？お前がベジタリアン主義なのは分かったけど、俺らはそういう思想は持ってないから。もう腹減ったから焼き鳥注文するぞ。しかしメニューを話さず注文させない A。 ダメだ、お前たちにも気づいてほしいから言ってるんだよ。肉を食べることがどれほど罪深いことなのか。とまた長い演説が始まる。こっちの話は聞く耳を持たず、どうしようもなかった。少し話が落ち着き、 A がもさもさとサラダを食べているとき、 B が動き出した。痛い痛い痛い、噛まないで。僕たちだって生きてるんだよ、苦しいよ。と変な裏声で A が食べるのに合わせて煽っていた。はあ？植物に感情があるわけないだろ。と B の煽りを無視してサラダを頬張り続ける A だが、あーやめて、痛いよ、やめてと煽り続ける B。 次第に顔色が悪くなっていく A。 そしておえっと口の中の野菜を吐き出し、口を押さえてトイレに駆け込んでいった。さっきの煽りでおそらく変な妄想をしたのだろう。 A がトイレにこもっている間は、俺と B で肉を注文して飲み直した。やっぱ食いたいもん食った方が幸せだよな。その後 A は戻ってきたものの、顔が青ざめていて元気をなくしていた。結局気分が悪いままだったので、タクシーを呼んで帰らせた。数年後、友人の結婚式場で A と再会した時は普通に肉を食っていた。あれ、肉食べるんだ。肉食は最低じゃなかったんだっけ？うるさい、あの時の話はしないでくれ。どうやらあの一件で一時何も食べられなくなり、最終的にはベジタリアン主義をやめたらしい。A にとってあの時期は黒歴史になっていて、よくクラス会で飲んだ時はネタにされている。こういった思想を他人に無理やり押し付けようとすると嫌がられるだけだから、やめておこう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。